はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。今日もやってまいりました、僕らのカミングアウトということで、今日のゲストはニコリオチャンネルのニックをお迎えしています。ニコリオチャンネルという YouTuber なんですけれども、日本人とイギリス人の同性同士のカップルになります。で、お二人 YouTube をニコリオチャンネルという名前でやってますので、お二人の YouTube はこの動画の概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。で、今日はニックの方にインタビューしていこうと思うんですけれども、まあそのイギリスで生まれ育ったニックのこうカミングアウトであったりとか、あと彼は日本に5年間かな住んでいたことがあったんですけれども、その日本での生活のこととか今日はいろいろと聞いていこうと思いますので、ぜひ今日も最後までご覧ください。はい、ということでニック、これからインタビュー始めますのでお願いします。僕は4人兄弟の末っ子なんですけど、兄が3人。だからもう家がもう普通に結構男らしいみたいな。で、僕だけがちょっとなんだろう、その仲間外れみたいな感じで、で、なんか僕は普通になんだろう、その男が好きなことはあんまり好きじゃなくて、なんか僕結構メイクとかそっちに結構興味があって、だから子供の時から結構なんかその自分はちょっと違うなみたいな。お兄ちゃんたちとちょっと違うなみたいな。よくなんかその言い方、That's gay とか、イコールなんかそれが変とか、それがおかしいとか。だからちっちゃい時からやっぱそういう言葉使い、兄が3人いるから、やっぱその That's gay とか、そういう言い方すごくなんか耳にしたので、やっぱ自分の頭の中、ゲイイコールおかしい、変。だから自分は絶対なんか、そうじゃないとか。あと、学校行ったら、高校に行ったら、どうしてお前は、女の子としか遊ばないのとか、よく言われたの。どうしてお前はあんなになんか、女らしいのとか、よく言われたからさ、お前ゲイかとか、すごく言われて、で、なんか自分を、守りたいわけだから、とりあえず、ノー、いいえって、ゲイじゃないよって、言うと思う。だから自分の中で、ゲイは多分、なんだろう、まあ言い方ちょっとあれだと思うんですけど、なんか最低みたいなこと、ゲイイコール最低って、高校の時はよくそのそうならないようにって結構お祈りというか、ゲイにならないようにって結構思ってたの、いろいろで。それでなんかそうだね、そんな感じかな。うん、ちょうど大学に入って、で初めて実家から離れて、自分の中でそのドミトリーみたいな寮に住んでて、その時もうマンチェスターのゲイクラブとか、なんか日丁目みたいなところ結構有名なの。で、大学だといろんなゲイのバイとか LGBTQ の人たくさんいるから、いろんなイギリスの地方からロンドンから来るから、でみんな集まってじゃあ行こうかみたいな。で、その人たちにとりあえずカミングアウトして、それでまあなんだろう、ダブルライフみたいな感じかな。自分は大学、なんかそのドミトリー、寮にいるときは、自分はありのままの姿を見せる。でも実家に帰ったら、それまた、なんだろう、なんか箱の中に入れて、で、自分はなんか元に戻るみたいな。戻らないといけないみたいな感じだから、あ、こうやっちゃいけない、あ、やっちゃいけないとか、で、それすごい辛かったの。初めて彼氏ができて、で、1年間ぐらい付き合って、やっぱりその人の存在感が、まあ、結構大きくなった。僕にとってこの人すごい素敵だし、だからもう家族に紹介しようかなと思って、で、紹介して、そう、カミングアウトしたみたいな。僕、なかなか自分の口から言えなかったんだけど、だから手紙を書いて、で、それをお母さんに出したの。もう、お母さんが一番見つかりやすいところにその手紙を置いたの。なぜというと、まあ、私の場合は、そのお母さんの方が一番言いやすかったの。だから、とりあえずお母さんに言ったら、まあ、なんとかなるかなと思って、なんて言ったんだろう。あんまり覚えてないんだけど、でも、ゲイです、みたいな。でもし、あれのままのニックが嫌だったら、まあ、どっか行くから、みたいな。地区から出るって、多分言ったと思う。だから、そういう選択肢をお母さんにあげたの。なんかもし、ゲイの肉はダメだったら、じゃあ肉がいなくなるという。
多分そう言ったかもしれない。ちょっと今思い出したらやばいなと思うんだけど、でも、うん、そういうふうに。でもお母さんは、いや大丈夫だよって。もう、私にとってニックが幸せであればそれでいいって。それが一番、うん、良かったなと。安心できたし。富山県行く前に E メールか Facebook 何かどっちか分からないんだけど、それでなんか先輩からあのこんなところに住みますとか、そういうこと、なんか仕事はこんな感じですとか、いろんなことを教えてもらって、でどん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 その人と、まあ、先輩と仲良くなったら、あ、実は多分ここは地方だからあんまりゲイですとか、多分カミングアウトしない方がいいよって言われて、その前そういうカミングアウトしない方がいいよって言われる前にはもうすごく楽しみにしててしてたのに、で急になんかそのカミングアウトしない方がいいよって言われたら、急になんかあ、もしかしたらもう行かない方がいいかな、やめた方がいいかなと思い始めてて、なんかせっかく自分はもう自分のことを自分自身好きになったのに、もう自分は ものすごいなんかその自信とか持つことにできたので、せっかくそうなったのに、もうそれを結局またかなんかありのままの自分の姿を見せちゃいけないということになったら、どんだけ辛くなるんだろう、生活はどんだけ辛いことになるんだろうなとちょっと思い始めてて、で多分1週間2週間ぐらい多分やめた方がいいかなとちょっと思ってて、でもいや、せっかくその内定もらったし、あとその職場がもう決まってるから、とりあえず行ってみようと思って。で、富山県に行って、もうずっとそのカミングアウトせずに、なるべくなんかその、もう、なんだろう、ニックはゲイかなって思われないようにとか、自分のセクシュアリティを隠そうとしてたの。どんな人がタイプですかとか、どんな女の子が好きですかとか、そういう質問、日本人よくするんじゃないですか。イギリス人は多分そういう職場だと、なんかそのプライベートの話、多分あんまり恋愛の話とか、多分あんまりしないと思うから、で初めてタイプはどんな女の子が好きですかって聞かれた時に、えって思って、で、まあ適当に答えたの。金髪の女の子が好きですとか言ったりして。で、その次の、まあ、質問は大体、あ、日本人の女の子はどうとか、タイプですか、なんか、俳優さん、女優さんとか誰が好きですかみたいなことをよく聞かれたの。もうすごい緊張してて、あと自分のなんか動きとか言葉遣いとかすごくなんか気にしてて、あ、こういう、動きとか、こういうなんか、ジェスチャーとかやっちゃいけないなとか、それ意識しながらなんかその飲み会行ったり、職場行ったりとかしたから、もう このところから出たいみたいな。もしかしたら自分はずっと東京とか大阪とか結構都市の方に行ったら、多分そこまでその自分の個性とかどうしてもその周りに合わせないといけない。もしかしたらあんまり感じなかったかもしれないんだけど、でも僕は3年間富山の方に行ったので、なんか都会に住んでない LGBTQ の日本人はこういう生活してるんだろうなと、そういう経験もできたから、改めてなんか私なんかできないかなと思って、パートナーのりょうさんとちょっとあの今その YouTube チャンネルやってるの。自分はちっちゃい時にまさか男性と結婚してるなんて多分一切その頭の中になかったので、僕ずっと、まあ、一人でかなみたいな、ずっと一人ぼっちかなって思ってたんだけど、家族もできたし、あと自分はありのままの自分で普通に幸せだし、だから本当に頑張ればもう It gets better みたいな感じかな。僕ちっちゃい時にそういう It gets better というフレーズが頭の中にあったら、もしかしたらもっと自分の個性とか自分のありのまま姿とか見せれたかなとちょっと気がするんで、まあ、もしかしたらその今自分のセクシュアリティとか、セクシュアリティだけではなくて、なんか自分は他の子供と違うなと思ってるなんか人が
いらっしゃったら ぜひなんかその It gets better っていう言葉自分の頭の中に入れておいた方がいいかなと。今は辛いけど、まあ、将来は必ず、まあ、良くなるからって